ダストチャンネルのダストです。いや、今ちょうど仕事から帰ってきたんですけど、家に帰ってきたらこんなものが届いてたんですよ。この封筒どこから来たかっていうと、先日動画であげたんですけど、おもちゃを寄付した児童福祉施設から届いてます。なんだろう領収書とか、領収書じゃないか、受領証とか。いや、でも受領証はね、おもちゃ寄付した時に書いてね、もらってるんで、なんでしょうね。こんな届いたことないので、先日じゃないか、去年のね、年末にも寄付したって言ったんですけど、それはね、また違うところに寄付してるんですけど、その時はね、別にこういった、後から封筒なんて来なかったので、なんだろう、初めての経験ですけど、おー。あ、なんだろう。あ、ちょっと名前が載ってるな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これ隠せばいいかな。まずね、こんなものが入ってました。ちょっと読みますね。まあ、ダスト様。これ僕の本名入ってますけど、背景、若葉の子、早漏子、やばい。額がないのがバレる。ますますご、うわぁ、読めねえ。ご清聴のこととお喜び申し上げます、日頃は格別のご後輩を賜り熱く御礼申し上げます。あ、これちなみに誰から来てるかっていうと、福祉施設の園長さんですね。さて、果実は、果実って読む、難しいな言葉が。過ぎる日って書くんだけど、こんな字ちょっと見たことないな。果実はたくさんのおもちゃをいただきありがとうございました。とんでもございません。このところ気温が高い日も多く、安全を考慮して子どもたちの活動を室内に設定することも多くなってきました。おお、なるほどね。熱中症が怖い時期だからね。毎年この時期はどうしたら子どもたちが楽しく過ごせるか職員一同頭を悩ませていますが、いただいたおもちゃが早速子供たちの楽しみの一つになっています。だって嬉しい。よかった。子供たちが額を合わせて楽しそうに遊ぶ姿を見ることは私たち職員にとっても大変嬉しく、これもダスト様のおかげと深く感謝いたしております。とんでもございません。嬉しいね。そっか、遊んでくれてるんだね。当園児童のお礼文を同封させていただきましたので、おう、目を通していただけますと幸いに思います。もちろん末筆ながら末に筆って書くんだけど、なんだろう、末筆、末筆ながらご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、お礼の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。敬具だって。いや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 、こんなご丁寧なお手紙をいただけるとは思ってなかった。ありがとうございます。じゃあね、早速児童のね、お礼文を読んでいこうかと思います。これか。あー、かわいい。2枚入ってる。ただちょっとね、名前が入ってるね。こんな感じ。ちょっとアップで見ようか。ちょっとまだ読んでないけどね。こんな感じ。めっちゃくちゃかわいいね。なんだこれ、クマかな。おもちゃ、おもちゃ、なんだろう、おもちゃくれてかな。ありがとうだっていやー嬉しい。イモムシかなこれは。でウサギさんも大きいのがいるね。すっごいかわいい。女の子かな。ほら、ここになんだろう、動物、クマさんかな。でね、ここにおもちゃくれてありがとうって書いてあって、イモムシがいて、ここ大きいね、ウサギさんかな、いるね。これはなんだろう、ハートかな。いっぱいハートみたいなのが書いてある。いやー、めっちゃ嬉しいね。星もあるじゃん。星もあって、これはなんだろうね、三角。これちょっと後でじっくり読もう。ありがとう。もう一枚ね。おー、なんかすっごいね、文字が書いてあるよ。こんな感じ。
これはあれかな、もうちょっと年齢が大きい子かな。読むよ。素敵なプレゼントありがとうだって KM。 うん、おすごい、この子上手、字がね。おもちゃをくれてありがとうございました、とても嬉しいです。私はおもちゃで遊ぶのが好きなので、もらったおもちゃで遊ぼうと思います。本当にありがとうございました。 AI、 とんでもない。最後、素敵なプレゼントありがとうございました、これからも大切に使います。 KM。 そして最後に大きいね、ハートが書いてある。いやー、みんな頑張って書いてくれたんだね、めちゃくちゃ嬉しい。やばい、ちょっと感動しすぎて泣きそう。こんなに喜んでもらえるとは思わなかった。まあ、しまいきれなくなったおもちゃをどうしようかって考えた時に、中古屋さんで売ったこともあったんですけど、ただこう冷たいお金に変わるっていうのではなくて、寄付をすることで誰かが喜んでくれるっていうことを直に感じることができて、本当に寄付してよかったなと思います。僕が YouTube をやってる一番の理由っていうのが、やっぱりね、見ている人に喜んでもらいたい、特にね、やっぱり子供に喜んでもらいたいっていう気持ちはすごくあるんですよね。もちろん大人の方にも喜んでもらいたいんですけど、このおもちゃどういうものなんだろうとか、このおもちゃ手に入れたけどどうやって遊ぶんだろうとか、そういったものを動画で紹介することで、買おうかどうか迷っている人の手助けになったり、あとは買えない人でも少しでもね、遊んだ気になっていただければ嬉しいなと思って動画を作っているんですけど、それ以外の活動でもこうやって子供に喜んでもらえるっていうのはすごく嬉しいですし、僕もね、幸せな気持ちになります。またね、リアルタイムのおもちゃからは少しずれてはしまうと思うんですけど、しまいきれなくなったおもちゃとかがあれば、こういった形で寄付していければなと思います。本当にみんなありがとう、すっごく僕は嬉しいです。ということで本日はおもちゃを寄付した児童福祉施設からお手紙をいただきましたという動画でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダスでした。バイバーイ。